ゴールキックリスタート。セレッソも前からプレッシャーをかけます。浅川から裏へのボール、奥田、中で球が待っている。奥田のコントロールシュート。勝負を決定づける3点目。ホームの YSCC 横浜、奥田の今シーズン3得点目。これで決定的なものとなりました。冷静にサイドキックで逆サイドに流し込んだ奥田。